今回はロジクールの MX610 レーザーコードレスマウスのチャタリングの修理作業を行います。このマウスは USB 無線ポートにも PC マウスポートにも古くから接続して使っていました。キーボードセットで購入して使用していましたが、キーボードのチャタリングでマウスのみ使用していましたが、マウスもチャタリングでお蔵入りとなっていました。チャタリングとは可動接点が接触状態になる際に微細な非常に速い機械的振動を起こす現象のことです。実際マウスに使用されているマイクロスイッチの接点は良品の接点でもこの速い機械的振動が発生していますが、短時間であればマウスの制御回路で補正無視されます。不具合はこの設計想定時間を超えて接点が接触した後に接触不良で再び切断接触を繰り返すことでマウスがダブルクリック等が発生したと誤認することで動作不良が生じます。今回はこのマウスに使用されているマイクロスイッチを Amazon 等で購入入手することができましたので、今回故障して廃棄予定であったロジクールの MX610 の修理を行いましたので、修理状況を公開いたします。それでは実際にスイッチを交換した作業を紹介します。まずはマウスを分解していきます。ネジはマウスのソールで隠されていますので、4箇所すべて剥がす必要があります。初めて剥がすときは慎重に剥がさないとソールの表面だけが分離して剥がれてしまい、粘着部分が本体に残ってしまうという残念な感じになるので気をつけましょう。MX610 の底面のネジのトルクスビス4箇所を取り除きます。ビスサイズは T6 サイズです。今回のマウス分解、以前にもロジクールのパフォーマンスマウス MX を分解修理しましたので、だいぶ慣れてきました。開くとマウスのシェルの上下がリボンケーブルで接続されています。このケーブルは簡単に引き抜くことが可能で、シェルは上下に分割できます。基板を取り外すときに邪魔となる電池ボックスを取り外すため、電源コードの基板へのコネクターを写真のように慎重に上に引き抜き抜いておきます。問題のオムロンのマイクロスイッチ D2FCF7N です。ここのスイッチは表面実装タイプではなくスルーホールタイプの実装なので、基板裏からハンダを除去するために基板を取り外す必要があります。その準備としてスクロールホイールを取り外しますが、写真の小さなスプリングが付属しています。紛失しないように取り外して保管しておきます。チャタリング不良で交換するオムロンのマイクロスイッチ D2FCF7N で、前回のパフォーマンスマウス M950T のチャタリング修理時に Amazon で取り寄せたものです。基板裏から見ると赤丸の箇所でそれぞれ3本の足にハンダ付けされているのがお分かりいただけます。前回は同形状で D2FCF7N20M 耐久性4倍200万回を使用しましたが、今回は実装されていたものと同じオムロンの D2FCF7N を使用します。オムロンの D2FCF7N はいろいろなマウスに採用されているようで、今回の修理の3種類のうち2機種や娘のソニーのバイオに付属していた VGP-WMS1 にも使用されていました。入手できるときにもう少し余分に購入しておいた方が良かったかな。今回のスイッチの取り外しには苦労しました。スルーホールの穴がスイッチのリード径ギリギリで小さいせいか、ハンダ吸い取り機で吸い取ってもびくともしません。基板のスルーホールやランデを損傷するとまずいので、ホットエアステーションでホットエアを吹きつけながらリムーバー用にピンセットをこじ入れ、なんとか除去しました。後でわかることですが、この時に問題が起こっていました。前回リレーの接点を掃除研磨しようとチャレンジしましたが、可動片が損傷していたので、今回損傷前の状態を把握するため取り外したスイッチの接点の蓋を除去して観察してみました。苦労してメンテを行っても、どの程度機能が持続するか疑わしく、今回のようにマイクロスイッチが安価単価115円に入手できるのであれば交換した方が賢明と思われます。これで
乾燥作業は終了で、分解作業の逆に行って、行くことで組み立てが完了します。その後テストを行い、一度は OK と思っていました。後日、実際に使っていて不具合に気づきました。その不具合とは、スクロールホイールが効かないのです。修理完了時のチェックは、交換した左右のボタン機能を重点的に行ったので気づいていませんでした。仕方なく分解してみましたが、スクロールホイールの機能は、ホイールスリットの両サイドの赤外線 LED と自己エンコーダーセンサーで、回転パルスと方向を検出しています。ホイールのスリットに、コンプレッサのエアーを吹きつけて、掃除しましたが、機能は回復しません。スイッチの取り外し時の高温で、素子にダメージを与えたのかと諦めかけましたが、赤外線 LED をテスターで確認したところ、電気的には OK のようです。そこで、マウスに電池を入れて、テスターのダイオード点検モードで検診しながら、赤外線 LED にテスタから電流を通電してホイールを回転させたところ、パソコン側で反応しているようです。この検査で、エンコーダと赤外線 LED にダメージがないことが分かったので、赤外線 LED の駆動回路を、基板のパターンを追っかけたところ、米粒の4分の1程度の大きさの駆動用のトランジスタのリード端子が基板から浮いています。ホットエアを吹きつけて作業を行った時にタッチしたか、傾斜でずれて外れかけたようです。思わずワクワクしながら、位置の修正を行い、リードをハンダで補修しました。その後通電して、動作 OK を確認して、組み立て無事ホイール動作も修復でき、無事に感動品に戻りました。